はい、チュンチャンネルの深夜です。今日は、のんけの女性が1名来てくれてます。自己紹介お願いします。アコと言います。お願いします。お願いします。今日はなんかいろいろ質問してくれるっていうことで、何の質問だったですか？ですね、チュンチャンネルを見せていただいて、まあ、ちょっといろいろ気になることとか、質問をさせていただきたいと思います。子供の時ですよね。幼少期。お子さん時代。そういう時って、やっぱどうやって生活してきたか。また、まあいろいろ多分その、いろんなね、認識だったりとか、学校行事とか、いろんなことで悩んだりとか、いろんなあったと思うんですけど、それをちょっと聞かせていただきたいと思うので、幼少期、どうやってましたか、教えてください。幼少期は、俺あんまりなんか、意識してなかったんだよね。自分がどうとか、おお。自分が男とか自分が女とか全然意識せずに来てて、ただその七五三とかあるになんかその親とかから聞くと、着物とか着たくないとか、お化粧めちゃくちゃ泣いて嫌がったとか、聞くんだけど、覚えてないよね。そんな、のこと覚えてないから、なんだけなるど、ほど。そうそう、なんかそうだったみたい。なんか遊ぶとかは、なんか男も女も両方いたし、なんかなんちゃらごっことかもしたし、多分その普通に女の子とかいたと思う。僕はないけど。ちょっとずつこう、大きくなってくると、ちょっと男子、女子みたいな出てくるじゃないですか。感覚が。いろいろ、その中で、例えば学校生活の中で、これがちょっと嫌だなとか、これは良かったなとか、なんかそういうのないです？体育は嫌だったな。やっぱり別れるからさ。なるほど。それはなんか男女で別れるから嫌っていうか、小学校の高学年ぐらいになってくるとさ、もう自分がなんとなく認識してくるのよ。それが何かもわからないから、ほら、女の子生理とかのさ、授業があったりするじゃん。保険。それが嫌だった。まあ、それは、まあ、確かに、女性ならではの授業になるから、居心地が悪い感じですか？それはそう、嫌だった。今はさ、ネットとかでも、テレビとかでもさ、っていうのがあって、なんか、親に相談とか、学校に相談とかっていうのもできたと思うんだけど、俺らのああ、時そっ代、か。そういうのがないから、自分がなんか変とか、なんかそういう感覚でしかないから、その相談する、もの自体が、自分の中で消化しちゃってたから、だよね。それこそ、情報が多すぎて、今は。確かに。今の方が辛いかもって思う。選択肢は増えるよ。なんか、治療も早くできたりとか、診断が早くされたりとかっていうのはあるかも。なんかそっか。自分っていや、何？深い。見つめ直すところで言うと、すごく幼い頃から見つめてなきゃいけないかな、今、みたいなのはあったりする。なるほどね。女性ならではっていう胸があったりとかっていうのもあるんですけど、で、そういう時って、やっぱりこう、嫌だなって思うんで、ちょっと隠そうかなみたいなのとかっていうのも、やっぱり、そういうのもありましたか？あったあった。なんか猫背になってただから、自然に。目立たないようにってことです。そう、もう目立たない。極力目立たないように、もう、無意識のうちにだけど、めっちゃ言われてた。じゃあもうずっとこういう感じでっていうことなんですよね。鍋シャツとかっていうのも、高くて、学生じゃそこ。そうなの。で、親に買ってもらうものでもないっていうかさ、親に頼むようなもんじゃない。自分で準備するみたいな。そんなね、なんか、じゃあ、内緒で。内緒っていうか、親に頼むって思考になんなかった。だから、晒し。なんか、とにかく、なんか、自分で何とかして、
鍋シャツを手に入れれるまでは。真夏とかでもそういうのをしてるから、まあ、荒れたりとかすごいしないんで、なんかそういう方とかって、すごい、なんか吹き出物がすごいとかって聞いたことがあったんで、なんホルか、モンするとそうだ真ね。夏とかに巻いてるとで。ホルモンするとなんかやっぱ肌がニキビできやすうくなる。ん。それはあると思そうなんですね。う。まあでもそうだよ。真夏でもその、ナウシャツ着てても脱げないしさ。なんなら2枚重ねとかにしてたりとかしてたから。めっめっちゃちゃ苦しい。暑い。暑い。苦しいよ。てか食べれなくないですか？たくさん。でみもんなね、と食べれなんかね、全体的に潰してるわけじゃないから、その胸のとこだけを潰してるから。そっか。そっか、一部だからってことですね。言わんかったかな？食べれるか食べれないかとかはあんまり覚えてないけど、とにかく苦しかった。まあ、ホルモン注射ってよく言うやつですよね。男性になるための。それをする前、要するに、まあ、声変わりとかいろんなするですよね、確か。それまでは、どうやって、まあ、過ごしてたんですか？もともとね、声はそんな高い方じゃなかったんだよね。今みたいに低くはあ、ない。そうなんです。そうそうそう。一番嫌なのは、その、まあ、声もなんだけど、もう次、生理をね。それのために、まずやったって感じ。まあ、声は、だから、まあ、低くはなってくる。そういうこと。じゃあ、止めるためにやったっていう感じ。そう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 。第一目標というか、目的っていうかさ。それはそうだ。自分で見つけて、そういう病院？なんていうんですか？そういうのを自分で探して、で、自分で見つけていくって感じなんですか？あの当時は、掲示板があってね、そこで FTM の人に教えてもらったんだよね。愛知県のここがやってるよ、みたいなのを教えてもらったから、その時はだ働き始めてるからさ、19か、なんかの時に、働き始めた時にそう聞いてて、もうすぐ行った。3日目、聞いて3日後ぐらいかな。夜勤明けかなんかで。なんかもう フットワークが軽すぎる。ふっかるだからめちゃくちゃ。聞くと保険とかが効かないから、すごい結構大変なんだよねとか、いうのも聞いたりとか、まあそういうのが続かなくて、まあ、やめちゃうっていうのも聞いたことあったんですけど、1本2000そう円ぐなんです。らい言っても。言っても2000円。言っても2000円。言っても2000ああ、円。そっか。まあ、高いところ行けば高いかもしれないけど、でも大体2000円とか3000円ぐらいだと思うんだよね。バラバラってこと。そう、自由診療だから、病院も値段は勝手に決めれるのよ。保険じゃないから。だから、別あ、そに、ういうこと。いくらって決まってないし、どこで打つかを決めるのは自分。同じものだからさ。今から例えば、そういうことしたいんです。ホル中考えてますっていう人に対して、なんか自分なりの経験とかアドバイスみたいなのはありますか？完全に元に戻ることも絶対ないから、それ後悔しんのだったらやればいいんじゃないと思う。今まで売ってた人が、ちょっともうやめるわってなっても、まあ完全に戻ることは、女性らしくなることは、もうない。あまない。りない。ないない。だって、声とかある程度高くなったりとか、生理とかは戻ったりするんだけど、でも何、体毛が濃くなるとかさ、まあ、声が低くなってるっていうのも、完全にはやっぱり戻んない。そうなんですね。なんか素人考えだと、やめれば、なんか普通にまた女性になるのかなみたいな感覚だったんですけど、ないそうじとゃないんですね、全然。ないと思う。俺、4、5な年るやっほて、ど。戻んなかったもん。多少え。声高くなってるかなみたいなのはあったけど、あ、それは自覚があってってことですね。自覚があった。その顔つきとかも変わってはいた。そういうのをいろんなことを考えた上でやらないと、やっちゃった、やっぱ戻るっていうのはっていうことですよね。そうだね。ちゃんと考えとか、やっぱ。で、まあ好きになった人、気になる人、お付き合いする人になると、やっぱり自分のことをお話しすることって、やっぱり出てくると思うんですね。そのカミングアウトっていうんですかね、それっていつする？
ですかね。どのようなタイミングというか。告白されたときに、はい。あ、もうすぐ。自分が付き合いたいと思ったら、ああ、なるほど、なるほど。なんそか、の時にもう、先にもう自分からも言う、気持ちがある人には言うってことですかね。そうそう、なんかこう、付き合ってもいいなって、なんか OK 出そうかなって思う人には言う。それでもいいんだったら付き合おうか、みたいな感じ。じゃ、結構早い段階でもう、気持ちが決まってたらもう言っちゃいますよ、みたいな。言っちゃう、言っちまあ、ゃう。そう告じゃな白かっすたらる？言わない、言わ、言わ、言わない、言わない、言わうん。ない。言う必要ないもはっきりしてる、みたいな。カミングアウトをさせていただきましたと。じゃあ、それでも、まあ、女性の方が、あれ？そうなの？え？っていう風で、例えば、ちょっとってなって、断られることなんてありましたか？ない。一回もなかった。おう。これはない。結構わ。優しいよ、みんな。あ、そうなんでだすからね。何？みたいな感じの方が多いかも。おう。それうを聞いたかんうん、らって、男としてしか見れないっていう感じ。なるほど。一人の人としてってことですもんね、もうそこまで来ると。そうそう、なんかなそるんなほ感ど。じかな。受け入れてくれる人のしかいなかったから、そういう関係。てか、カミングアウト友達にしても、でしょうねっていう感じ、みんな。じゃあもう本当に多分、すべてがこう、受け入れられてたと思うし、多分周りの人とかも理解者がいっぱいいて、多分すごくいい環境だったんでしょうね。そうだね。そういう面では。だ俺のことを知って、で、うん。うん。なんか結構チャランポランやってた子が、俺みたいな人を助けたいって言って、看護師になった。昔の彼女。ああ。ええ、すごい。多分恋愛対象っていうのはもう多分、ノーマルな女性の方になるんですよね。そうまね。あ、全く、まあ、俗にのんけさんという感じじゃないですか。のんけさんってなると、逆に生きにくいこととかあるのかなって、ごめんなさい、勝手に思っちゃってただけなんですけど、そういう女性へ、まあ、アプローチというか、まあ、口説き方というか、きっとそういうの多分皆さん聞きたいと思うんで、ちょっとそこを深く突っ込ませていただいていいですか？俺、ストレートに伝えるからさ。でも、普通のって言ったらあれだけど、変わらんと思うけどな。何って特別にはしないけど、うでんも、その人のために動くよね。やっぱり。うんうんうん。おお、なるほど、なるほど。まあでも、告るときってさ、やっぱり何？相手のことを見ながらも、したりもするからさ、もう OK だろうなっていうタイミングもわかるしさ、自分でも。まあ、もう絶対来るだろうな、みたいな感じそうそう、です絶対 OK だろうなっていう感じもわかるし、そうじゃなくても一応伝えるよ、その相手には。ああ、なるほど、なるほど。無理だろうなって思ってても、相手がいる人でも伝えて、その自分の気持ちを。だけど、そなれるでほど付き合っね。てじゃなくて、なんかまあ俺はこう思ってるよ、みたいな。こう言うとさ、結局男向もこうも考えてくれるじゃん。やばいですね、それ。やばい手ですね、それは。やばい、なんかや、うん、相手と付き合うかどうかっていうよりも伝えたいっていう感じ。どっちか。あ、なるほど。そこはもう純粋なんですね。とりあえず伝えたいよ。そう、相手に方法は残しどう？たいの。ああ、残しなてるほ考えさせたいの。俺のことを。どね。立ち悪いですね。悪い。だや、俺のためにちょっと2、3日悩めよと。そう、悩めよと。考考ええろろよと。と。いろいろ聞かせていただいて、すごいありがたかったですし、いや、面白かったですし、意外にって言ったんですけど、意外にもうすごいちゃんとしてるなっていう。そういすうごこいと。もちゃんとしてるよ。う、すごいなと思って。もう大人だやっから。ぱもう、でもなんか本当に、ああ、そういう風だったんだなっていうのと、なんかほっこりする話もいっぱいあったですし、聞きにくいこととかちょっと嫌なことあったかもしれないんですけど、本当申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとありがとうございました。は引き続きい。質問まだあるっていうことなんでお願いします。はい。はい。こバイちらこバイ。そお願いします。ありがとうございました。